皆さんこんにちは、ライゲームズのライです。本日もどっかすいません、いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ごめんなさいね、ちょいちょいライゲームさんの動画ちょっと見させていただいてるんですけど、素晴らしい解説なんですが、もうちょっとライゲームさんもうちょっと肩の力抜いてもいいかなと思ってるんですよ。素晴らしい解説ですよ。もうお礼なんかよりももう火にならないぐらい素晴らしい解説なんですけど、たまにはライゲームさんのはっちゃけた部分も見てみたいなっていう自分もおるんですよ。なのでイエーイ、ライゲームズがやってきたぜ、今日もドッカンバトルやっていくぜ、フーみたいな、たまにはそんな動画もあってもいいんじゃないかななんて思ってる。それがね、素晴らしい解説するのがライゲームさんの魅力なんですけども、俺みたいなチャランポランな動画投稿ね、ばっかりもね、知られないっていうことで、今日ね私ね、珍しく解説動画ですよ。珍しない？見ていって、最後まで見ていって、で、新超撃戦イベントの、バナーが飛び交ってまいりましたね。サイヤの日、スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空が、新キャラとして、実装することに、よりもう皆さん首長にして待ってるかと思うんですけども、その方用の今日はね解説動画となっております。俺は絶対ゴッド悟空、新キャラゴッド悟空手に入るんだって方必見でございましてですね、この動画ではそのゴッド悟空老海王神使わなくても必殺技レベル10にする方法ちょっと解説していこうかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。これあれだな。そのやり方知ってるぜって方多々多いかと思うんだけども、ラジオ関係で最後まで聞いてや。ね。で、この通常会社さんのさ、UR 超力スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空を、新キャラゴッド悟空見立てて、育成していこうかなと思う。必殺技レベルちょうど1なんで、これをね、必殺技レベル、老化用紙使わずしてレベル10に、していこうかなと思ってるんですけども、いい土台があったわ。いい土台があった。で、じゃあ、そのね、老化用紙使わずして必殺技レベル10にする方法どないやねん。特殊のパンプキンさっさと教えろって話でしょ。はい。まずね、ドラゴンストーリー行ってちょうだい。ドラゴンストーリー行ってちょうだい。この3つあるうち、この劇場版法ね、劇場版編のね、神と神のステージ行っていただきたいですね。で、神と神のステージで、このステージ1でスーパーサイヤ人孫悟空のキャラをドロップすることができます。まず、このステージ1のスーパーサイヤ人孫悟空を9体ね、9体ドロップしていただきたい。おい、なんでなと。おい、俺たちが求めてるのはゴッド悟空出せと。おい、慌てるんじゃない。任せろ。にゃ、任せろ。そう、このスーパーサイヤ人、孫悟空はですね、なんとね、聞いて驚くな。ゴッド悟空にドカン覚醒するんだぜ。もう知ってるよね。これゴッド悟空に、ドカン覚醒したらゴッド悟空になるから、このスーパーサイヤ人孫悟空は。で、9枚ドロップしたらゴッド悟空にしていただきたいんですよ。このスーパーサイヤ人孫悟空を。ただただそれだけなんですよ。ただね、ちょっと道のりがね、長くはなけりゃ短くもない。ちょっとかったるいかなっていうことで、このゴッド悟空にドッカン覚醒するためにはですね、ゴテン、トランクス、ビーデル、アルティメット、孫悟飯、ベジータの覚醒メダルが、2枚ずついるんですよね。このね、ストーリー、神と神、リニューアルしてからドロップ率は上がってるんで、集めやすいんですけども、このスーパーサイヤ人孫悟空を9枚集めて、で、このね、ステージ3からステージ6までの覚醒メダルを合計18枚集めていただきたいんです。アルティメット孫悟飯の覚醒メダル18枚。ステージ4で5点トランクスが手に入ります。これも合計18枚。で、ステージ5でベジータの覚醒メダル手に入ります。これも18枚。ステージ6の B での覚醒メダルが手に入りました。これも18枚集めて、欲しいかなと思ってます。で、私ね、もう段取りしてあります。そう、段取り8部で動画が2部。ね、ありがとうございます。で、この9体をね、まず、ドロップしていただいて、SSR まで、育成していただいてですね。
うん、俺何してんだ、そう育成、うん、で覚醒、してほしいですわ。そう2枚ずついるから、この5枚の覚醒メダルが、だから9対5と悟空にするためにはまあ18枚ですね。まあとりあえずドッカン覚醒しまして、でゴッド悟空になります。で修行させます、修行させます。で UR にまで育てます。これをね9体作ってほしいんです。そう9体作ってほしいんですよ。あ間違えた、うん、そう9体作っていただきたい。うん、まあちょっと道のり長いけどね、っていうてそんなにべらぼうにね、あの覚醒メダル集めなきゃいけないっていうわけでもないので、今ほら、今撮影してるのがね15日のね夜にね撮影してるんですよ。うん、でおそらく明日かな16日に先行公開が来るかと思うんですよ。とドッカンバトル公式ツイッターさんで、ゴッド悟空のやれ性能やら必殺技演出やら、うん、まあそこいらの動画も、うん、出していけたらいいかななんて思ってるんだけど、じゃあ特殊のパームキー、お前どないするの引くんかと、サイヤの日のドッカンフェス、ゴッド悟空狙うんかと、この野郎こんちくしょいみと、思ってる方おるかと思うんですけども、まあ2割ぐらいおったらそれでいいわ。うん、ごめん、俺スルーかもしれない。ターレスだったらね、暗闇言うから、最初のヒントで暗闇言うからよ。俺ターレスかと思うじゃん。まあ、仮面のサイヤ人とかなんかほざいてたんだけど、まあ、よいよ考えたら、あ、ターレスも闇じゃんみたいな、なんか、調子こいて動画出したけど、もうダダ滑ってるし。まあ、それでこそさ、それでこそ予想動画よ。うん。まあ、なんていうの、ドッカンバトルの楽しみの一つとして、何が来るんだろう、あ、これが来るんだ、あ、どういう性能で来るんだろう、復活あるのかな、アクティブスキルはどんなんかな、うん、パッシブはどんなんかなっていう考えてる時が一番楽しいんですね。やれ、ドッカンフェス、伝説降臨始まってごらんなさいな。ね、神引きする人は、やったぜと思うんだろうけども、爆死して、爆死を続いてる方、ね、気の毒に、もうドッカンバトル楽しくないわってなっちゃうぜ。なっちゃうからね。この時がいっちゃ楽しいのよ、ドッカンバトルって。いや、マジで。ほんまに。うん。いや、俺、今すっげえ楽しいもん、俺。まあ、ゴッド悟空って分かったからね。ああ、もう今、あ、ゴッド悟空かって、お前正直なっちゃってる。うん。なんで悟空ばっかりなんかなって。この前もほら、帝宮悟空が出たじゃん、伝説降臨に。祭り悟空と言いますか、海悟空ね。うん。この前も悟空見たような気がする。今回もまた悟空見なきゃ。でね、V ジャンプリークのさ、表紙というか、なんか先行公開というか、なんかツイート見たんだけど、ほら、ドッカン覚醒前の方が僕好き。うん、ゴッド悟空が、素体になるのよ。排出時の、イラストは、ゴッド悟空で、で、ドッカン覚醒でスーパーサイヤ人悟空になるのよ。破壊を楽しんでんじゃねえ場面の、バトルカードになるわけ。うん、それもそれでどうなんかな。結局じゃあスーパーサイヤ人孫悟空じゃんって。このドッカンバトルのバトルカードのスーパーサイヤ人孫悟空の数見てごらんなさいって。ね。つくだりできればスーパーサイヤ人孫悟空のバトルカードがあるの。これ過言でない。これも賞味の話で。うん。どんだけスーパーサイヤ人孫悟空を押すのかしらなんて思ってみたりもしつつ、結局ね、何が言いたいかって、極刑キャラどうしたと。ね、おまっちゃん。おまっちさん、極刑キャラどうして出し惜しみするのって俺は言いたいわけ。うん。スーパーサイヤ人孫悟空も、ほらね、ほら、ドラゴンボールの主人公だから、スーパーサイヤ人孫悟空とか孫悟空とかご飯押すのいいよ。それ全然いいよ。うん。で、今こうやってベラベラ喋ってるけど、先行公開のパッシブスキル見た瞬間は、やべえ、欲しいってなるかもしれないし、俺も。うん。まあ、その時はその時で、またこのゴッド悟空、9体 UR まで育て上げては、時間潰そうかななんて思ってるんだけど、結局俺今、隆石が170個くらいしかないから、うん、で、あ、そうそう、サイヤの日にちなんで、あれあれ、デイリー流石もなんかリニューアルするんですって、おそらく、なんだろう、3+1+8みたいな、なんか、15日間ぐらいくれるんじゃない？
予想だけどね、それもね、うん、それ来たら暑いよね。てか最後の日ぐらい318個用意してもいいんじゃないかななんて思ってる。うん、そんなズーズーしい甘い小じきみたいな考えしてるんだけど、うん、たまにはいいじゃんってね。うん、まあ周年でさ、ほらほらほら800個ぐらいくれてるから皆さんね。うん、まあドッカンバトル8周年から始められた初心者様はね、まあこういうあの必殺技レベルの上げ方もあるぜっていうのをね、今日も知らしめてあげようかなと思って、知らしめてあげるって日本語おかしいよね。うん、まあそれもさ、あの一つの勉強としてまあ捉えていただいて、こういう技上げのやり方もあるよっていうのもね、うん、あの覚えてくれたらいいわ今日この動画で。ああ同盟キャラを食わせる、これ絶対ね、ドッカーバトル初心者さんね、絶対覚えていただきたい。なんでかって、老海王神って絶対枯渇するから、老海王神のためだけに龍石使いたくないでしょ。うん、僕みたいに並んどいてほしいなと思って、うん、僕すぐにね、こういうね育成ね、あのめんどくさがってすぐに老海王神つばっ込むのね、うん、なので後々ね、あの老海王神ない、老海王神ないって投げちゃうのね。まあそういう風にならないようにね、こういう同盟キャラを食わせて必殺技レベル上げる方法もあるよっていうのもね、ぜひね、あの覚えていただきたい。でね、先ほどこの9体 UR にまでさせましたんで、そうですね、先ほどのあのそれぞれホーム画面にしてたどれよ、もう喋り疲れたどれ、どこ、これこれこれ、まあこれにね、うん、まあこれがね新キャラの、まあ、ゴッド孫悟空と見立てて、うん、っていう、あの、手で話してるんだけど、まあ、これ 100% なっていうか、SS ま、あの、SSR までだったら 50% だから、50% 2分の1よね。うん、そんなかけたくないよ。そんな、川本麻世みたいなことしたくないよね。唇と唇、目と目と手と手したくないよね。これ世代しかわかんないよね、この歌ね。調べてみて、Google で。3分の1はっていうのはシャムシェードってあるんだから、それも調べてみて、もうそんな話どうでもいい。とりあえず 100% にしていただいて、まあ、食わせてちょうだい。で、これでね、必殺技レベルね、10までするか、10にすることができるから、ぜひね、あの、ドッカンバトル8周年からね、あの、インストールされた、初心者さんで、並びにゴッドゴク、俺は手に、絶対このフェスゲームのゴッドゴクを手に入れたいんだって方はね、ぜひね、まあ、参考にしていただいて、これで無事にね、あの、ゴッドゴク必殺技レベル10にすることができる、ということが、皆さんに、できるっていうことが、皆さんにっていう日本語もおかしいね、皆さんにね、お届けできたら、お届けできたかと、思いますんで、ぜひね、お時間ある時にやってみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。